じゃあ、象形検定ラジオ始めていきましょう。よろしくお願いしはまい、す。よろしくお願いします。じゃあ、今回第1回目ということで、大井さん、ななみさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、全体チャットにも書いたように、今までは物販のみ勉強会とかでやっていたんですけれども、先日から情報発信チーム、投資チームという形で、その物販の先を見据えていくというかね、そういう形でチーム承継自体の方向性をシフトしていくと、決めたので、その物販に限らずですね、ラジオという形で、これから定期的に、おいさんと、二人で、時々誰かにゲスト参加してもらったり、っていう形でやっていこうかなと思います。YouTube で見てもらってる方、ありがとうございます。夜遅いのに。質問とかは自由に YouTube のコメント欄に書き込んでください。ただ、eBay のノウハウとか以外ですね。僕たちが話していることに関係した質問にしてください。基本的にノウハウとかライブ勉強会とかで、やっていければいいかなと思うので、物販に関しては。じゃあ、第1回目ってことなんで、おいさん、ちょっとテーマを考えたんですけど、まだ大井さんとこう対談っていうのをね、やったことはなかったので、だいぶね、ネットビジネスの経歴長いので、その経歴をちょっと聞かせてもらえればなと。経歴はですね、一番最初にネットビジネスみたいに触れたのは、2010年とか来られたのかな、2010年か11年ぐらいで、特に流行ってたのがいいという言うので、それで、船原さんの、マネートラップっていう教材を買って、PC サイトを作るみたいな感じのところから入ったんですけど、あんまりそれはやってなくても、最初の方は、ほぼノウハウコレクターみたいな感じになって、いろんなものを見てたぐらいの状態でしたね。で、あんまりそれからやってなくて、2012年ぐらいに、eBay の輸出をちょっと始めまして、ずっとその時は、お茶とか売って、最初にフィードバックばっか取ってるような感じでしたね。でも、なんかあんまり売れないし、どうしていいのかなって思最初に、有名なコミュニティに入ってやってたんですけども、なんかちょっと質問してもフィードバックとかが遅かったんで、初期の頃に教えられてたっていう方が、自分でコミュニティを作られてたんで、そっちに入ってちょっとやってたんですけど、しばらくして、自分の本業がゲーム開発やってたんで、結構そっちが忙しくなったりとかして、ネットビジネスがあんまりできないような時期があって、それでちょっと離れてたんですよね。で、2015年になって、そのくらいですよね。圭介さんが情報発信されてたね。そうですね、で、一応ずっと継続して、そういう情報だけは取ってって、そういうのを見て、コンサル企画やりますっていうのがあったから、じゃあちょっとここでね、頑張ってやろうみたいにして、証券に入って、一番最初の頃、圭介さんにコンサルって言って、いろいろ質問してた時に、いっぱい売れるけど、僕の売ってるものはすごい単価が安かったり、出してるものは本当に安いもの、消費財ばっかりみたいな感じだったんで、数は出るけど、稼ぎにならなくて疲れたみたいなこと言ってたような気がするんですよね。そうで自す分ね、の感じとして。化粧水とかそういうのばっかだったような気がします。すごい安い。それを、春の書き留めなしで送ってて、二着みたいなのがいっぱい上がってきて嫌になって、ちょっと、まだコンサル期間だったけど、
停滞してるっていうようなうで、あんま進んでなかったんですけど、ん。うんうん。ロケ1期が終わって継続するっていうのを決めて、そのタイミングで大山さんとか、双葉さんが、圭介さんと対談動画とか撮ってて、やんなきゃと思って、そこから頑張り始めた感じですね。それで、そこから会社に始発とかの電車で行って、はい。みんな来るまで、9時半ぐらいにみんなが出勤してきたんですけど、まあそれまで、みんな来るまで会社でずっと仕事してました。いっぱい出勤してました。それはその始業時間までだいたいどれくらいやってたんですか？4時間ぐらいですかね。ほうほう。そういうのを1年ぐらい続けてて、証券2期とかも皆さんがやってる時に、僕は継続でやってて、その時に、まあ、だんだん売り上げが上がってきて、で、最終的に、去年とかは、50万弱ぐらいまで月利を伸ばせたっていう感じですかね。その月利50万っていうのは還付抜きですか？完璧。ああ、じゃあ還付込みだったらもうちょっといってたって感じですそうですね。ね。そしたら、ネットビジネス歴としては何年？ぎゅっと縮めたら2、3年だと思います。なるほど。最初から物販ですか？その取っかかり、僕は、例えばブログアフィリから入りましたけど、本当に最初は。実は、アフィリエイトもちょこっとやったことがあったんですけど、ブログとか書いてて、なんか結局そういうのはなんか、いろんな人のブログ、みんなでなんかコメント付き合ったりみたいなのがあったから、ブログ周りとか疲れちゃって、その当時自分でなんかブログ書いて、情報、商材じゃないの。ああいうスタンドのところに、自分で書いたものとかを出したりして、それで一応、メルマガ登録者は1000人ちょっとぐらいまで行ったんですね。すごいですね。そうなんです。一応、ここまで増やしたんですけども、何も売らずに終わりましたね。もったいないですね。いや、それすごいっすよ。いや、すごいですよね。それ残ってないんですか？もう、スタンド。まあでも死んでるか。死んでるというか、読者さんはまあ、もう、アドレスが変わっちゃったりしてるか。そうですね。でも、6、7年前とかそのくらいになっちゃうんで、それ発信してたのはどういった情報を発信してたんですか？集めただけでメルマガは出してなかったってことですか？メルマガ数本打って終わったぐらいだと思いますね。なるほど。それは結構、そっか。頑張りましたね。1000人ってすごいですよね。いや、すごいと思いますよ。いや、でも、多分、みんなその時期やってたらそのくらいはいったんじゃないですかね。確かにね。その時期は結構一番集めやすかった。緩い時期だったかもしれないですね。いろんな部分で。今ちょっとわかんないんですけど、それでやって集めて最終的になんか情報商材のアフィリをするみたいな感じだったんで、なんかいまいち情報商材に、好きになれなかったというか。でも教材は自分で作ってたんですね。その教材っていうのはどういった教材だったんですか？例えば、アドビのフォトショップを安く買うんだとか、買うですね。そんななんか、
例えば、ヤフオクにアカウント作るんだみたいなものとか、そういうようなこととかですね。結構、何十本か出したりしてました。すごい。すごいですね。やっぱり行動力ありますよね。その始発で行って物販をね、朝からやるっていうところもそうですし、リスト1000人集めたっていうところもそうですし、じゃあ、まあ物販で、まあ、eBay 輸出で、月利50万いって、それがいつぐらいですか？これが去年の末ぐらいですね。で、独立して、去年の、12月31日付で会社は退社してるんですよ。で、1、2、3、2月ぐらいまでは、いいのやってて、その頃、ケスケさんとかにも、相談したりしてましたけど、本当に人に会わなくて、ずっと家にいて、みんな。なんか、それが苦痛になってきてた時期があって、それで去年、再就職しようと思って、LINE に入って、あ、3ヶ月ぐらい LINE っていう会社で、ゲーム開発してたんですけど、その前のゲーム会社時代に、のプロデューサーだった人が独立して起業して手伝ってくれないかって言われたから辞めて今、一応そこの会社には属してるんですけど、在宅勤務で、会社が、ゲーム事業とかもやってたり、投資の事業もやってたりとかするんですけど、誘ってくれた方がシンガポールに今、したいっていうことなんで、それのお手伝い。出るっていうような感じで。で、まあそうですね、おいさんには 今承継の投資部の、まあ、講師というか、をしてもらっていてですね、っていうところで、でも今の勤めてるそこの会社に対しては、そこのやってる投資は、なんか FX であったり、仮想通貨のことだったりみたいなのそこの人がずっと相場見ながらやってたりするんですけど、僕がやってるのはこういうものでは個人的にやってるのは違うので、だからちょっと皆さんにご紹介してるのはちょっと、見るのと別にはったりします。じゃあ今は結構 eBay 輸出は縮小して、まあ貯めたキャッシュをどんどん投資に回していってるっていう感じですよね。そうですね。いい投資先は見つけてたんで、そこに投資したくてネットビジネスをやってたっていう感じが強いですね。なるほど、すごいですね。最初からそこまで、まあ、見据えてというか、流れを考えて、まずキャッシュを作ろうというところで、物販やったりっていう、そういう流れだったんですね。そうですね。どちらかというと、最初に投資とかから入ったんで、いいところが見つかったらそこにどんどん投資したいなと思ってたから。会社にいたときは、会社のお金は生活費になってたから、生活で、やっぱりお金作ってどんどんそっちに投資の方に移動したい。ずっと強く思ってました。それは、なんかきっかけがあったんですか？いずれは独立して、まあね、投資のみで生活していきたいっていう、そういうビジョンを、まあ、描いたというか、そういう方向にしていこうと思った、なんかきっかけってあったんですか？誰かからの影響だったり。富裕層の方に教えてもらってたんですけど、その人が、ではいつ独立するんだとか、新宿の都庁の近くのタワーマンションとか集まって、君いつここに住むんだみたいなのとかずっと言われてたり、だからなんか、いずれ先にはそういうふうに、そういう方向に行くのかなと思って、手本がいたんで、なんか、
そういう感じで思ってましたね。なるほど、なるほど。まあ、でも、その人がハワイ行っちゃったんで、今そこに行ってないんですけど、なんかやっぱり、ただ自由な暮らしっていうか、そういうのがいろいろ、そろそろ続けて、やってたらそういうふうになれるっていうのは、見せてもらったんで、自分もそういうふうに進んでいきたいなと思ってます。ゆうすけさんはこの先どういう感じになれたらいいんですか？どういう生活まあ、みたいなと。とりあえず、まあ、生活というか、もう最終地点は投資です。で、海外進出。まあね、チーム承継大きく方向性を変えましたけれど、もちろんこれからも eBay 輸出とか、まあ、ネットショップとかそういった物販の情報を出していきますけれども、それは土台なんで出していって、で物販である程度キャッシュを作る、キャッシュというか、まあそうですね、物販で実績出して、で経験を貯めて、でチーム承継のメンバーの人たちにはその物販の情報発信をしてもらって、もう情報発信はね、仕入れとか経費がほとんどかからないので、サーバー代だったりとかそれぐらいになってくるんで、そこで一気にキャッシュを ね、1000万、1000万以上とか、まあガンとね、集めてもらって、で、それを投資に回していくっていう、そういうチーム承継の、流れ、コンセプトにして、したので、僕自身はもう情報発信はやってるので、もうだから次は投資ですよね、やるべきことは。で、海外移住とか。そうですね、はい。どちらですか？法人の方はシンガポールでもって、で、住むところというか、居住先はマレーシア。旅人になりたいって言いましたよね。そうですね。この前、吉田祐介さん、この前つっても2ヶ月前ぐらいか、と、お話しさせていただいたときに、LINE で、あの後、また日本に来た時に飲みましょうねって、お話しましょうねって言ったら、日本じゃなくてまた世界のどこかで会いましょうって返信来たんですよ。かっこいい。なんか、船原さん、僕も船原さんのコンサル受けてたんですけど、船原さんと吉田祐介さん仲良くて、そうですそれがか。なんか、あの二人の合言葉らしいんですね。すごい、かっこいいですね。で、今、僕が勝手にですけど、本当に、メンターというか目指してるビジネスモデルだったり、なんか、本当人間性とか、素晴らしいなって思ってるのは、吉田さんと船原さんなので、あそこのレベルに行きたいというか、そこが目標ですね。二人とも今シンガポールですよね。そうなんですか。シンガポールに移住したらいっぱいの仕事に行けますもんね。もうじゃあ拠点にして旅をしたりするような生活がいいってことでそうですね。寒い時は向こう行ったり。すね。それいいですよね。暑い時はちょっとね、涼しいとこ行ったり。ななみさんは今後のビジョンは？私は、物販で稼ぐのを、なんていうのかな、その以前は100万を目指しますって、圭介さんにも、ね、言ってたと思うんですけど、なんかそこを本当に自分が目指してるのかなっていう疑問が今年になって湧いてきて、何のために100万っていうのは特になかったんですよね。ただ、やっぱり物販やる以上、なんとなくそこを目指すのが、ね、みんな目標だみたいにはなってたんですけど、100万私今の生活でいらないなと思ってて、なんかその目指す理由がわからなくなってきて、で、ある時、まあでもこの先このままずっと頑張って、もし死ぬ時に自分の人生振り返って、なんか仕事しかしてなかったっていうのは絶対で、それだったらもうその意味のない100万を目指すために頑張るんじゃなくて、
今50万あればとりあえず私満足なんです。だから50万は絶対落とさないけど、100万目指すための時間を他のことに使おうと思っていたんですよ。で、まあそれはもちろん楽しい時間も過ごしたいし、旅行とか行きたいし、なんかバイク乗るからツーリングとかも行きたいし、なんかそういう人生を楽しむ方向の時間を増やそうと思って。っていうことになってたら、なんかその情報発信も、なんかちょっと興味あって、今年からブログとかちょこちょこ作ってたんですよね。っていうのと、その圭介さんの今回こういうふうに方向性が変わりますっていうのと、がなんかこう合致して それで今はまあそっちの方向に行きたいなと思ってますね。だからその100万目指すために頑張ろうと思ってた時間を、他の情報発信とか、楽しむ時間使って、将来、自由な時間を過ごせるようになりたいです。いや、それが本当大事ですよね。はい。まあ、お金がないと縛られますけど、確かに縛られることにはなりますけれども、無駄に稼ぐ必要はないというか、そうなんです自よ。分が求めてるものそう。を得られる、収入そうなんがであす。ればね、そういいなのんです。で、そうなんです。かつ時間的なところですよね。物販をずっと続けていくと、どうしても、まあ本当にすごい頑張ってシステム化して従業員さんとか育てていけば、まあ物販でも時間は作れるとは思いますけど、やっぱレバレッジっていう意味と、あとは時間的余裕を作るっていう意味だと、物販、情報発信、そうです投ね。資、そうですこのね。流れですよね。そうです。で、やっぱり自分がもし病気で倒れても、物販やめはできないけど、投資である程度少し入ってきたら、それはすごく嬉しいし、こういうのがやっぱりレバレッジとして、まあとね、私なんて特になんかその心配になりますよね、将来のこととか。どうですか、ななみさんは情報発信 最近楽しいですか？ああ、まだでも反応がないので、そんなに楽しいってところまでは行ってないんですけど。いや、でもね、まあもちろんね、ななみさんのブログとか見させてもらってますけど、すごいですよ。記事数で、PV 数っていうのは、そうですか？で、問い合わせも来てるわけですから、調子良さそうですね。そうなんですか？なんか全然わからないんですけど。やっぱセンスというか、もともと持っている、文章の書き方とか、そういったところの力はある程度持たれてるなっていうのはすごい感じましたね、ブログ見て。本当ですか？ありがとうございます。もっとコミュニケーションうまいですもんね。そうですかね。もう外注さんの扱い方とか、すごいじゃないですか。外注さんですか？いや、それは外注さんが優秀なんですよ。我慢してくれてるんですよ。私、至らないとこたくさんありますもん。本当に。こういうところはでも、人との関わり合いとかがうまいんだと思いますけど、これが文章に出てくるんじゃないですかね。そうですかね。出てますね、ブログ読んでても。ですか。もうじすゃらあ、すら読めるし。本当ですか。じゃあ、ブログはあの調子で書いていきます。まあ、もちろん、こういろいろ指導してきますけど、これからも。例えばじゃあ僕だったら、まあ海外ってか、まあ本当旅したいんですよね。ジョーブログって知ってます？知らないです。知らないですか？なんか今アフリカ横断とかやってるんですけども、終わりそうなんですけど、ああいうの見ててむちゃくちゃいいなって思ってて、旅ですね。旅をしたいなと。どこか行きたいとかあるんですか？いや、そうですね。それこそ、この前、坂口さんっていう合宿、あ、坂口さんっていう、方と一日合宿をして、その後の、まあ、飲み、
ちょっと飲み行きましょうっていうところで、で、おいさんにも参加してもらったんですけど、はい、その時に話に出ていたのが、はい、水曜どうでしょうの企画を2人でやっていきましょうかみたいな。水曜どうでしょうって見てました？見てないです。見てないですか、うん、はい、どこだっけな、ベトナムを原付で横断っていうかしたりとかはいはい、なんか、はい、そういう観光というよりも現地の人と触れ合いながらみたいな、そういう旅。へえ、うん、どこでもいいんですか、場所は。最初は東南アジアにしようかな、アフリカはちょっとジョーブログとか見てても、はい、普通に草とか吸ってる、ね、ああそうなんだ。てかマフィアとか普通にいるんで。怖いですよね、なんか治安とかの意味でも。うん、でもアフリカは全部が全部ってわけじゃないんですけど、怖いとこもあるんで。てかそのジョーって人は、はい、あれなんですよ、もうホテルとかじゃなくてテントで、そこら辺でテントでやってるんで、ね、寝泊まりしてるんで。あれガチでやりたい。いや、テントはテントはいいかな。野生動物とかに襲われそうな気しません？ああ、あるかもしれないですよね。でも、うん、うん、そうアフリカでなんか一回そうサバンナっていうか、はい、うん、そういうところをジープで、はい、なんかいろんな動物見てみたいなっていうのがあるんですよね。ああ、なるほどですね。サバンナをこう車でガーって走っていって、あ、うん、とかも、そう。なるほどね、いいですね、そういうのもね。うん。っていうのがビジョンなんですけど、はなんかあります、はい、まあそのさっきバイクの話が出ましたけど、例えばバイクでどっかこう、はい、ああ、私アメリカ行きたいですね。アメリカハーレー借りてアメリカ走りたいんです。ああ、で横断となるとちょっと何ヶ月もかかりそうなので。いや、そんなことはないと思いますよ、はい、え、東から西から東とかですよ。うん、多分、いや、何ヶ月はないですね。1ヶ月あれば。いけるんですかね。まあ、ちょっと、ね、うん、ちょっとハードになるかもしれないですけどね。まあ、観光とか含めてやるんであれば2ヶ月とか余裕持ってやった方がいいかもしれないですけど。うん。でも、僕もアメリカ行った時にいましたね、ハーレー、日本の方で。やっぱり。うん。10人くらいで、なんか、走ってた人たち。ああ、それやりたいんですよ。うん。いや、最高だと思いますよ。でしょう。はい。絶対楽しいって。無事故みたいになっていくんですか？え？何ですか？無事故みたいなライダージャケットみたいに着たりとか。そう、ライダージャケットも、それは着ていくと思いますけど、うん、ちょっとほら、日本じゃ借りれ、なんていうの、乗れないような、ちょっとで、大きめのやつ借りて、うん。こんな道ならほら、ね、細かい動きとかがないから少々大きくても大丈夫だと思うんです。うん、うん、だからそういうの借りてなんかこうのんびりゆったり走りたいなと思って。そうですね、ほんと一本道ですからね。ええー、そうです、そうですよね。うん、そうそう、それやりたいです。うん、あれですか、住む場所は基本的にもう日本で。まあずっとそう思ってたんですね。はい、日本で死ぬんだろうなみたいな。うん、あ、ごめんなさい、おいさんとずっと話してて、はい、なんかおいさんも割と海外志向があったりとかして、で話してるうちに、いや日本じゃなくていいのかなって最近思い始めて、うん、んですけど、うんうんうん、どこがいいっていうのは特にないんですけれども、うんうん、はい、旅して住みたい国探せばいいんですか。あ、そうですね、ここ合うって思えばそこに住んじゃえばいいっていうのは確かにあるんですね。うん、前ななみさんとスカイプ音声した時にサンフランが大好きって言ってましたよね。もうサンフランいいなと思いますね。うん、確かに良かったですね。いいですよね、あそこ。うん、景色もいいし。うん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 、サンフランで思いっきり車ぶつけましたけどね。
本当ですか？ホテル泊まる、ホテルっていうかなんか、なんつうんだろうな、コテージじゃないけど、なんかそういうとこ泊まるときに、駐はい。車場がやけにちっちゃくて、でかいじゃないですか。でかい。レンタカー借りたんですけど、アメリカの車。思いっきりこすって。まあ、ちゃんと保険つけてたんで大丈夫でしたけど。あ、そうなんですか。うん。なんか、アメリカの中でもサンフランって割とこじんまりしてるですよね。ああ、そうですね。はい。街というか、うん。ロスとかだとすごくでかいじゃないですか。うん。このうち、海外とかで勉強会とかもしたいですね。いいですね。ななみさんとかは、はい。なんか最近は本とか読まれてるんですか？最近本は読んでないんですけど、どういう感じの本ですか？いや、なんでも漫画でも活字でも。いや、本は読んでないですね。はい。あ、すみません、読みました。あ、読みました？ うん。あ、読みました。何を何ですか？いや、なんかちょっとバカみたいと思われてるかもしれませんけど、はい。ハーレーのはい。昔の社長さんが書いた本なんですけど、はい。なんでハーレーがこんな風にすごいこう有名になったのかみたいな。で、その社長さんが就任した当時って、ヤマハとかホンダとか、ああいうもう巨像みたいな、大きい企業がもう独占してたんですよね、日本のバイク市場って。で、その中でハーレーっていうバイクは重くて、壊れやすくて、高いっていう、その辺のバイクの倍の値段してたらしいんですよ、もともと。で、あんまり人気なかったんですよ。大型バイクを乗ってる人の4分の1だったかな、ハーレーに乗ってるらしいんですね。なんでそういうブランドに育てられたのかっていうことを、事細かくマーケティングの視点からとか、いろんなことをこう書いてるんですけど、その後、いろんな戦略に共通するその社長さんの、なんていうの、座右の銘が、その神は細部に宿るってことなんですよね。ああ、大好きです。ここなんですよ。で、その代理店との関わり合いとか、そのマーケティング戦略をどうやっていくのかとか、本社から言われてることは、値段は絶対下げるなって言われてるんですよね。さっき、じゃあどうやってこういうふうになってのかっていうのは、そのイベントのやり方とか、もうめちゃくちゃこだわって、イベントとかやったり、その時のターゲットは確かに40代なんだけど、もっと前からの潜在顧客を育てていくっていうことで、その子供とかを連れてこれるようなイベントにしようっていうことで、年に1回やってるんですよね、静岡県かどっかで。イベントのあり方とか、とにかくすごいんですよ、そのやったことが。なんか全ては、その詳細なね、ところまで落とし込んで、一人、その社長さんが築き上げたんですよ、今のブランドを。っていう話をこう読んでて、2冊ぐらいなんかね、ちょっと違った視点で書いてる本があって、すごい勉強になりましたね。面白かった。なぜハーレーは巨像に勝てたのか、みたいな、とこなんですけど。やっぱり細部に宿るんですよ。そうですね。その言葉は大好きですね、僕も。なんかそれ私の本なんだなと思いました。なんか自分が好きなバイクだから、なんかちょっと興味があって、で、たまたまその地元の経済セミナーみたいなところで、その本が取り上げられて、こう、話し合いができた、話し合いのなんかその題名だったんですって。なんかハーレーのマーケティング戦略みたいな。で、そこに参加した人が、ちょっとうちのお店に来て、あんたたち、ハーレー大好きでしょとか言って、これ読んだ方がいいよとか言って、持ってきてくれた本がめっちゃ楽しくって、
そうそうそう、たまたま紹介してもらった本なんですけど。普通に、そのビジネス的な面で役に立つものなんですか？そういう本ですか？いやー、なんかちょっと細かい数字とかがすごくたくさん出てくるから、まあ、そういうところはもうすっ飛ばしていいと思うんですけど、その社長さんのその信念を、に、いくら本社から言われて、いくら中から突き上げられても、自分はこのやり方でやるんだっていう、それは1年とかではできないんですよね。だから社長も最初急にその時のすごいひどい状態をどうやって組み立てていくかっていうと、何年間か計画を自分の中で立てて、確実にそれを実行していったわけなんですけど、その実行していく過程の中で、絶対にその、なんていうのかな、その細かいところは、なんていうの、こだわるというか、一つ一つにあるわけですよ。だから、そんなに好きじゃなければ面白くないと思うんですけど、読んでみて、いや、すごい人だなと、この人が社長になってよかったなって思ったのと、だってその人、その前はトヨタにいた人ですから、車の業界は詳しいけど、バイク業界は全然素人なんですよね。私すごく馬鹿にされてるんですよ。なんだ車業界出身の社長が、みたいな感じで。わけのわかんないこと言ってるよ、みたいな、なんか全国の代理店の人とか。北海道とかだって冬雪が降るからバイク乗れないじゃないですか。売れないって向こうの代理店は言うんですよね。ここが果たしてどんだけバイクの販売に影響があるのかっていうのを過去何年間かにわたってデータを全部取り寄せて、こうじゃないだろうっていうのをこう見せるわけですね。中でできるイベントだってあるでしょって。っていうのでだんだん意識をこう変えていく過程もあるんですけど、とにかくね、その人すごい人で、そういうことを、なんていうのかな、まあデータを取って見せるっていうこともそうだし、なんかそういう人たちの意識を変えて、全員で盛り上げていくんだみたいな、なんか風にこう作ってたのはすごいなと思いました。なんでそもそもバーレン好きになったんですか？私はね、旦那さんがもともと乗ってるので、大型バイク乗る、免許取るときに、もう買うっていうのは、もうなんかハーレーしかなかったんですね。気持ちの中に。アメリカに乗りたいみたいな感じではそうなかった。そうそう。いや、アメリカンいいなってずっと思ってて、で、アメリカンを、の中で何って言ったらやっぱハーレーになっちゃったんですよね。いや、旦那さんが、それはもう買うでしょ、ハーレーみたいな感じで言って、私、他の、別にヤマハのバイク行ってもいいからとかって見に行ってたりはしてたんですけど、めっちゃなんか気乗りしない感じで、なんか店員さんの話とかも、みたいな感じで聞いてるんですよ。それがそのハーレーのお店に行ったらめっちゃ生き生きしてて、私のバイクなんだけどっていうぐらい、なんかすごいノリノリで、いやいや、これでしょみたいな感じになってて、なんとなくその流れにね、こう、流されちゃった感じはあるんですけど、でも、人のバイク買うとこ見に行くんですね、ここ。偶然、僕も圭介さんの大型二輪持ってますからね。そういう場面に出くわしてると思いますけど、ねえ。買わせるのが好きです。ねえ。あれにしてよかったとは今思ってますけどね。前傾姿勢とかに乗るようなレプリカとか辛いんで、あ、そうなんですか。辛いですね。僕あれで、何時間だ？ 7、8時間ずっと高速飛ばして実家まで帰ったことありますけど、使いたくなって、ああ、そうなんですね、やっぱね。東京に乗るなら、アメリカ、いいですね。だからやっぱりアメリカみたいな、ああいう広大な大地を走るために、こう、できる、こう、姿勢の部分もそうなんでしょうね、アメリカンバイクって。長く乗れるというか。ああいうのはいいと思いますね。なんか煽られたりもしないような気がしますし。あ、避けてはくれますけどね、なんかね。みんな極悪な乗り方してるんですか？違いますよ。なんか頼りない感じだから、なんか逆にこう、ふらふら倒れられても困ると思うんじゃないですか？そしたら前に行かしたくなくないですか？
でも私が後ろから走ってたら前の車が車線を変更してくれるんですよ。だから、あ、なんだか楽ちんだなと思って。あ、車線変更。はいはい。ですが、バイクで旅とかしたいって思います？あれでしたいですし、やってましたよ。すか？あ、さんだって九州から東京までバイクで来たんですよね。そうですね、地元宮崎から東京までキャンプしながら来ましたね。どのぐらいの時間というか日数かけてですか？10日ぐらい、すごいゆっくり来たんで、キャンプして、まあちょこちょこ観光してって感じで、すごいゆっくり来たんで、10日ぐらいでしたね。いいですね。楽しそう。お山さんももちろんあると思うんですけど、こうバイク乗り同士ですれ違う時に手を挙げる。で、ちょうどその引っ越しがてら九州から東京まで来た時は夏で、ツーリングというかね、旅してる人が多くて、バイクで、こう手振ったりした時と、なんかすごい楽しかったですね。あとは普通にキャンプ場の隣の人、隣で、キャンプ、テント立てて、隣同士になった人と飲んだり、いい出会いが。その人もね、ニコニコ動画とかに、バイクの車載動画とか上げてて、なんか僕も映ってましたけどね。あ、そうなんですか。楽しそうですね、そういうのも。バイクのブログを始められるんですよね。誰がですか？何さん。そうそう、モトブログもやりたいなと思うんですけどね。撮影機材はもう買ったんでしたっけ？ヘルメットにもカメラ取り付けて、マイクと。おお。え、撮ってるんですよ、この間、尾道行った時のやつとか。編集なしで出しちゃったらいいんじゃないですか。そのまま旦那さんとくだらない会話してるんですけど、そんなんもですか？ まあ、いいんじゃないですかね。まあ、いっか。尾道とか、いいですね、なんか。いや、尾道、綺麗な街ですね。ポニョの舞台になったなんか街のところ、あ、海の街だったかなとかもあったり、なんか海沿いのすごいなんか昔風のこう街並みのところでした。坂すごく多かったですよ。半クラですね。そうですね。バイクは一人で乗ったりはしないんですか？あ、私ですか？あ、乗ってますよ。乗りながら、イーベのこととか話して情報発信とかしないんですか？あ、それをケイスケさんに聞こうと思ってたんですよ。いや、私、バイク乗って、イーベイのこととか、なんかちょっとこう、喋った動画を上げようと思ってるんですけど、前、カメさんと話してた時に、あんまりなんかそういう普通の話題は上げない方がいいって、すごくファンがすごくたくさんいるんだったら、楽しいと思ってくれるかもしれないけどっていう話があったと思うんです。だから、あんまりそうやってふざけたのって、もうちょっと、こう、なんていうのかな、と、チャンネル登録者数の人がこう増えたりとか、した方、時の方がいいのかなって思って。別に話すことが eBay 物販のことなんであれば、全然いいと思いますよ。あ、本当ですか？もうリターンリクエストが来たんですけど、みたいな感じで、そんな時にこういうふうに返事してとかって、そういうことですけど、いいんでしょうかね。そうですね。ずっとじゃあ、高速をかっ飛ばしてる映像で、質問のコメント返ししてるみたいな感じですかね。あ、そうそう、将来的になんかね、そういう質問が来たら、まとめて回答するときに、なんか高速道路とか走りながら、回答していきますとかいうのでもいいかなと思って。あ、じゃあやってみようと思います。動画も。そうですね。モトブログも一緒にできていいかもしれないですそうですね。ね。モトブログも兼用できますね。そしたら。
使えますよね、その動画が。うん。こっちのチャンネルで出すみたいなのも思いますけど。確かに、確かに。お風呂でまだ撮らないんですか？え、何をですか？お風呂はまだ撮らないんですか？元ブログ？フォトブログは、だから動画は撮ってるんですけど、あ、出してないよ。出してませんね。一応自己紹介動画とかも撮ってみたんですけど、なんか編集できてなくて。ああ、そうなんですね。はい。すごい緊張するわって言ってたから、まだ撮ってないのかな。いや、走りながら喋るって意外となんか難しくって、慣れてないと。ああ、はいはい。で、はい。なかなかできなかったんですけど、この間やってみたら、まあまあできたから、もうこれが自己紹介でいいやと思って。なるほど。そあ、れは。モトプログの方ですよ。はい。イーベンはまだ自己紹介取ってないんですけど。そっか。うん。ライトとかつけてるね。そういうライト。やばい。そしたら、美容院とか行って、ちゃんと綺麗にしてもらわないと。できそう。いや、でも会ってみたら全然違うねとかなったら嫌だから、もうほどほどにしよどっかみんな撮ってるんですかね。他の方も情報発信されてる方は、自己紹介動画っていうのを、や、どうなんですか？ちょっと見てみようと思いまして。カメさんが撮りましたけどね。じゃあぜひちょっと探してみてみます。楽しみ。だいぶいいねが多くついてますよ。あ、そうなんですか。やっぱり、そうですよね。そういう話聞きたいですよね。どう、意味をね、今まで歩んできたかっていうやつは知りたいですよね。なんか、あった方がいいと思いました、私も。花見さんの苦労話を聞いてみたいです。いやー、語ったらいろいろありますよ。いや、いつも明るく笑い飛ばしてるイメージだから、大変な時もあったんだろうけど。まあ、ありますよね。まあ、普通の、ねえ、ことは。そうだから え？結構長くなりそうな感じですか。あ、自己紹介ですか？でも、長い方がいいって、ケイスケさんおっしゃってました。いや、じゃ長くてもいいっておっしゃってたと思うんですけど、そうですね、はい。ですね、ケイスケさんのも30分ぐらいありますもんね。ですね。これ、話してるうちに長くなっちゃった。最初からもあのくらいだと想定されて。ある程度、がっちり台本は作ってなかったですけど、話すべきことだけ箇条書きにしてっていう感じですね。なるほど、なるほど。これはなんか立ってホワイトボードの前でやられてたのは、他はい。の座ってやってるような動画とは違うと思うんですけど、なんか意味があるんですか？いや、それは単純に、ホワイトボードを使いたいときは、立って撮る感じで、別に必要ないときとか、あとは、ライブ配信のときとかは、パソコンの画面見ながらやりたいので、そういうときは座ってやります。身振り手振りをつけたいから、ホワイトボードの前でやってるのかと思ってました。いや、もうちょっとなんか体のアクションとかを見せたいのかな。でも確かにそれはありますね。はい。立ってる方が。そうですね。確かにそうですね。前のみんな見れると面白そうですね。どういう感じで今まで歩んできたのかとか、そうですね。どういう思いでやってるのかみたいな。ケイスケさん、第2弾、そろそろ出たりしないんですか？まだ、そうですね。ちょっとまだですね。あ、でもまた第2弾も出す予定ですか？そうですね。2、3年前に撮ったやつは、物販のみの経歴を話していたものなので、そこから、物販から、その続きですよね。情報発信。そして今、このチーム承継っていうところ。そうですね。あれはコンサル開始前に、承継1期前に撮ったものなので。一期のために撮ったって感じでしたっけ？そうですね、はい。そうですね。結構あれ見て僕作業しました。のいや、あれは良かったですよ、やっぱり。
どういう方かっていうのが分かるとすごくいいなと思って。今までそのコンサルっていうのは、承継含めて、何人ぐらいの方から受けられてきたんですか？で、含めて2人です。ああ、はいはい。ちなみに、もう一つのアフィリエイトです、さっき。昔あんまりなかったんですよね。こういう空気で、コンサルしますみたいなのがなくて、どちらかというと、教材だけ売ってるっていうパターンが多かったんで。だから、コンサルがあるんだったら、ちょっと受けて、一回ちゃんと、一般やってみようみたいなのがありましたね。たくさんありますけど。ちなみに、ななみさんとおいさんは、僕であれば、やっぱり一番影響を受けたのは、思考は現実化する本で言うと、あれなんですけれど、ななみさんは一番影響を受けた本とかあります？私はですね、7つの習慣ってご存知ああ、読みました。ですか？私はあれに出会ったのが30代、入ったばっかりぐらいの時だったと思うんですけど、すごい影響を受けましたね、あの考え方には。で、いい本ですよね。優先順位の付け方とか、見て、私は7つの習慣のノートとか買って、で、その優先順位につけて、できなかったことを翌日にとかに書いたりとか、なんかすごい仕事を進めていく上ですごく、なんか、こういう考えがあるんだっていうのすごい影響を受けましたね。ウィンウィンとかもあの人がもともと言い始めたことですしね。ウィンウィンの関係を作るっていうのは、そうなんですか。へえ。あの人がもともとあの本の中で書いてて、それがその、あの本がだんだんこう広がっていくうちにつれて、今普通にみんな使ってるんですけど、もともとはこのスティーブン・コビー、あの人が元の本へえ。ほう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 。おいさんは。メタに、昔は、金持ち父さん、貧乏父さんとか呼んで、何かやりたいな、みたいなのをずっと思ってたりしましたね。だから、投資とかっていうのも、勉強しましたし、その頃いっぱい本を読む、習慣を作ってたんですけど、それでなんか、その頃は、例えば、デール・カーネギーの人を動かすとか、なんかそういうような、あと、心理学とかも好きだったんで、影響力の武器とかってわかりますか？読んだ。分厚いやつとか。分厚いハードカバーの本。こういうのとか結構、いいでしたね。でも影響力の時はちょっと良かったですね、あれね。読んでいた方がいいんじゃないかな。物販とかやってるんだったら。その人を動かすことですもんね。その人の気持ちを動かすというか。そうですね。あと、成功の9ステップとか。その辺のなんか思考よく似てるかも。読みましたね。やっぱその辺とか、やっぱりなんか、頑張んなきゃいけない時とかって、そういう、頼りたい時があるんで。そういう時期はちょっとそういうのにハマってたこともありましたね。わ かります。私もそういうのにハマってた時期はありました。テストはやっぱり思考を現実化するですか？一番は。一番はそうですね。で、今読んでるのは松岡修造さんのものです。何本ですか？本気になれば全てが変わる。無理なタイトルが。でも、松岡修造さんっていうキャラからすると、なんつうんだろうな、すごい、熱い言葉っていうか、とにかく根性根性みたいなところが強いのかなと思ったんですけど、すごいロジカルに書かれてて、めちゃくちゃ勉強になりますね。そうですか。で、今、日記をつけ始めてるんですよ。
この本の影響されてですか、松岡修造の。はい。これいいですね、本当なんか。この本買った時に日記もついてくるんですか、一緒に。いや、一緒にはつかないですけど。あ、それは、この本の中で日記をこういうふうにつけていくっていう話があって、あ、そうなんですか。そうですね。でもなんかその言葉、やっぱよくわかりますね。本気になれば全てが変わるって。結構前の本なんですね。2011年。これは中古で買うべきですね。1年です。1年で中古のやつ買えます。本当ですね。なんかいいね。63とかついてるし、4.5ですよ。そうそう、評価いいんですよね。買ってみよう。ポチりました。あ、いや。じゃあ僕、毎日収納買ってみようかな。じゃあ、今度なんか、12月にお会いしたときに解雇しますか？おめくり収納の方がいいかな。あ、それはなんか、それもなんか聞いたことありますね、その本も。あ、そう、ひねくりのカレンダーみたいな。そう、なんか、毎日毎日のなんか言葉があるらしいです、松岡修造からの。やればできると、君ならあ、できるみそたい。れ聞いたと思いますけどね。ひねくり収蔵を見たら、この商品をチェックした人はこんな商品を見てますって、毎日ポジティブとか、エブリデイ出川語録とかあります。ポジティブなのが出るんですね。じゃあまた一つテーマというか、こうネットビジネスはね、結構詐欺が多いとかってね、言われるじゃないですか。ネットビジネスは詐欺だらけみたいな。それについてはどう思います？ななみさんは。その詐欺っていうのがどういうあれなのかわからないですけど、そしたらそういうのはあるのかもしれませんけど、私はそうじゃないと思いますけどね。それは詐欺って思うのは、その自分が思ってた結果が出ないからとか、そういう意味で詐欺って思ってるんだったら、それはちょっと違うかなと思うんですけど、騙されるってことはあんまりないじゃないですか、その、お金だけ払って何も教えてくれませんとかいうのって、その人の見る目がちょっと良くなかったのかもしれないし、やっぱ入るときって、この人に教えてもらいたいって思って入ると思うので、その人を信じる。で、騙されるってことはあんまりないような気がしますけどね。まあ今はないでしょうね。昔は結構ひどかったらしいですけどね。あ、本当ですか。入っても教えてくれないとかですか？とか、教材とかでも、1日1万円稼ぐための教材みたいな感じで、で売って、で内容見たら、競馬場に行けと。本当にそんなのがあるんですか？で馬券ね、そこら辺に落ちてる馬券を拾い集めたら少しは当たってるものが見つかるから、それを換金してそれで1万円ってことですか？って みあたりいえな。ない。でもそれはなんかの期間っていうか、厳しくなって、そうそう、それはね、そういうのはもう今はないし、もうそういう、例えばコンサルを受けようと思ってる人たちのもう成長してきて、こう選ぶ力っていうかね、そういうのはそう、だいぶ昔よりはね、目が肥えてきてると思うんで。そうでしょう。でも人柄ですよね、本当に。多分合う合わないがあると思うんですよね。その教える人と自分が合うかどうか、教え方というか、考え方とかそういうのも全部含めてだと思いますけど、人間性は大事ですよね。秋月さんの最初の一期に入る前に、この人に教えていただきたいと思いましたもんね。やっぱりそういう人柄だったんですけど、すごい誠実に
ちゃんとやってる人が教えてくれる感じでしたし、結果もちゃんと出てる人が教えてくれるっていうな感じに思えたし、絶対教えてもらいたいと思いましたね。そうですね。僕も基本的にはもう人柄重視ですね。発信者に近かったっていうのがありますよね。あ、そうですね、確かに。空間になんか講師がいるとかじゃなくて、ケイスケさんから教えてもらえるとか、すぐに質問したときにケイスケさんが答えてくれるっていうのが。そうですね、確かに確かに。あと、ガムテをカッターで、カッターがめちゃめちゃになってたのがよく覚えてます。ああ、それも確かにありますね。嫌だなと。ちょっとキレが悪いっていうね。ガムテ切る専用のカッターを作ってみんな、段ボールとかって結構ミサイズするんですかね。昔は僕もやってましたけどね。少しでも軽くするみたいな。それはやりますよね。だってその、で、利益変わってきますからね、やっぱ。特にいいパケで送れるギリギリのサイズよりちょっとでかいとかってなると切りたくなるじゃないですか。え、これ EMS 嫌だみたいな。ギリギリでなんかちょっと軽くなったなと思って、重さいけるなと思って、郵便局に持ってて、そっちで測った測りでは、なんかギリギリ超えてた時が。ダメですみたいな感じになりますね。なんか、この日ずっと心が冷やご飯みたいな。もうやる気ないなっていう。なんかまだ全然甘かったですよね。売ってる人もたくさん送ってるんだと思いますし、ホリデーの時期とか、20、30とか1日送ってる人とか、ちょっともうすごいなと思いますよこんだけ荷物作れるってすごいですね。ね。梱包が一番疲れますね。売れると嬉しいんですけどね、梱包の時間とかも増えるとしんどくなったなっていうのは結構思い出であります。中古でメルカリとかが多くなったりもしてたんで。なんか、おいさんは最近気になったニュースとかありますか？ニュース、アメリカの中間選挙とかあったじゃないですか。あれでまた、下院の方とかが民主党が勝った。です、なんかねじれになってるんですよね。ありましたよね。今後またどうなっていくのかなとかっていうのは気になりますね。為替がどう変わっていくんだろうなとか。確かに。中国がまたちょっと方針も変わったりとかもあると思うので、それでこう、投資でもビジネスでも海外を絡めていくと、なんかそういうところが気になってきますよね。まあ、為替は気になりますね、やっぱりね。何年か前に、スイスフランが暴落して、一気に5、6円ぐらい動いた時があったと思うんですけど、何が困るの？なんかツールとか使って価格調整とかやっちゃうんですかね。eBay の出品価格ですか？う円高になったらそれはしないと赤字のん。うん。人がいっぱい出てきますけど、円安になった時にどこまで下げるかはまあそれは人の裁量次第かもしれませんよね。やらない人もいるかもしれないし、利益いっぱい取れるから。まあ、ファイルエクスチェンジとか変わってこなかったんで、割と手作業で一個一個僕はやってたから、今はもう皆さんファイルエクスチェンジとかの一括で価格調整してるから楽だと思そうですね。円高になった時のファイルエクスチェンジの使い方はね、コンテンツページにも出してるんで。あれ知らないと大変な目に遭うなって、本当すごい感謝。あれは大変な目に遭いますね。一気に為替が動いたときは。あんまり調整しなくても結構売れてきますよね。年末だから。そうですね。まあ、あとはアカウントが育ってればね。もちろん最安が一番多いと思いますけど、
じゃなくても、なんか去年ある程度売れたイメージがあります。それで皆さんすごい、これから大変になっていきそうな感じはしますけど、頑張っていただいて、先のね、発信につなげたり、投資にっていう感じで、どんどんつなげていってもらいたいですよね。誰か一人成功事例が出たら次に続ける感じがするけど、なんか、ケイスケさんが自分が思ってる、まあ、目標って言ったらちょっとあれですけど、遠すぎて、なんか私、全然あそこまで行けない感じがしますけど、少しずつやるしかないなと思いますけどね。いや、目標ってケイスケさんしかいないので、誰かその同期の中で、こう先に行ってる方がいれば、目標をもうちょっと近く感じるんですけど、情報発信のことですか？はい、そうです。だけど今の目標って圭介さんで、なんか偉い遠いなーみたいな感じがします。はい。まあ、ライバルを一人決めていいと思いますよ。じゃあ、誰か YouTube 発信してるような人の中を探してってことですよね。そうですね。もうちょっと身近な人ですよね。はい。もうすぐ、慣れるんじゃないですか。いや、圭介さんの域にも行かないですから、そんなすぐに。割と、ななみさんは、そういうの、得意なところもありそうだと思うんですけどね。動画とかですか？動画でも、動画でも。確かに3ヶ月後ぐらいになってたらもう、ワンダンク長みたいな、はい、どうもななみですけどね、みたいな感じで。そんな。いや、絶対ならないですよ、そんな風には。ならないですよ。でも、どう変わっていくかわかんないっていう。まあ、そうですけどね。もうだから皆さん個性出てくる分野が楽しそうですよね。確かに個性はそのうち出てくるでしょうね。結果もしてくるんだろうし。だからそこをいいと思ってくれる人がたくさんいればいいんですけど、ね。いや、ファンは絶対一定数ついてきますよね。そこそうにですね。呼吸する何かをこう与え続ければ。絶対ついてきますかね。情報を発信すれば。まあ、とりあえずやってみていいと思いますよ。もちろんファンもつくし、でもアンチが全くゼロっていうのも良くない。そうそなのんでバす。ランスですよね。なるほど、アンチはどうやってあしらうんですか？完全スルーです。僕スルーですね、完全に。なんかコメントが来るんですか？ YouTube のコメントとかで時々来ますね。もう、完全スルーです。読んではいるけど、何も返さないみたいな感じですかね。そうですね。一回ライブ配信始めたての時に、どういう、普通に、まあ、顔出ししてライブ配信やってたんですけど、なんていうコメントだっけな、なんか目を見ればこいつは嘘をついてるってわかるみたいな、とか、でもその時はなんか反応しちゃいましたね。別に怒るわけじゃないですけど、それはすごい能力ですねって。そうなんですか。でも僕はあんまそれに対そういうのに対してあんまり何も思わないんで。YouTube のメンタリスト DAIGO のチャンネルで言ってたと思うんですけど、全体のほんと数パーセントぐらいしかアンチっていなくて、すごい暇な人だったりとかするから、構ってる方が損だっていうような話をしてましたね。なるほどね。だからなんか、それは間違いないですね。時間の無駄だから構わない方がいいみたいな。
らしいですよ。まあ、成功すればするほど出てくるんでしょうね。光があったら影があるっていうのも同じですよね。中途半端にしかいい目やってない人とかだったりして、稼げてなかったら、おかいなみたいなところとかで、いじりたくなるっていうのもあるのかもしれないですね。ちゃんとやってる人だったら、この人は本当のこと言ってるっていうのはわかると思うんですけど。ああ、そっか。ちょっとお手洗い行ってきます。昔って、コンサルやってる人って少なくなかったですか？誰がやってました？私、ケンスケさんが初めてだから知らないんですけど。5、6年前ぐらいの時って、本当にいい手入れして、何かノウハウが欲しいなと思ったら、教材とかしかなかったり、多分その頃って吉田さんか、さっきの林さんのコミュニティしかなかったと思うんですよ私、サッツの林さんのメルマガを読んでましたけどね。ね。なんか、途中から読み始めたんですけど、一番最初に、ユニューの船原さんとかのとこ見てたから、その中の吉田さんとか、コミュニティがあるって。で、それに最初入ったっていうのが分かったんですね。じゃあその吉田さんのコミュニティのところでそのアカウント登録とかそういうのを教えてもらった感じなんですか？最初の。いいねは、登録自体はしてました。ただ、て全たんでしたっけ？然、アカウント持ってたんですけど、行ったりはしなくて。じゃあその吉田さんのところで売る商品の見つけ方みたいなのを教えてもらったりしてたってことですか？そうですね。あ、円高だったんですかね、その頃って。なんか、民主党時代ですか？民主党時代ですか？2012年ぐらいに最後の円高みたいなこと言われて、ドル80円ぐらいになった時とかってありませんでしたっけ？わかんない。覚えてないですか？そういう時あったんですよ。10年くらいチャートが見れるようなサイトがあったら、多分見たら出てくると思うんですけど、80円だったら死にますね、今の。だその時僕輸入でむっちゃうまかった時ですね。それいいじゃないですか。さすが圭介さんですね、やっぱ。で、円高が解消され始めた頃に輸出に転向されたってことですか、じゃあ。そういうわけでもないですね。まあ、たまたまって感じですか。ですね。はい。あと良かったですね。僕も、物販じゃなかったんですけど、ドルベースでいっぱい投資を仕込んどいたんで、何もしなくても120円ぐらいでやってたのが80円になって、50%それだけで資産増えましたからね。そうなんですね。だから外貨でお金を資産を持っとくっていうのは意味があることだと思いますね。円だけで持っとくっていうのはあんまり良くないかなと思う。お姉さん、まだポンドとかでお金持ってたりしないんですいやー、もう全部使っちゃいましたよ、今度は。ある程度外貨でも持っといた方がいいと思います。そうですね。今はドルしかないですもんね。やっぱリスクヘッジになりますしね。為替が動いたとき、どっちの通貨使おうかな、みたいなのが食べるし。そうですね。ななみさんはなんか最近は悩んでることとかありますか？人生についてみたいな感じですか？そうだよ、僕でも。人生についてってことですか？そうですね。人生についてはもうだいぶ今答えが出てるから、その前は悩んでたんですけど、夏ぐらいまでですね、今年に入って。いや、このままずっと、このいい米をいつまで続けるのかみたいな感じで、
だからその、なんで100万を目指してたのかがよくわからなくなってた時期ですよね。はい。けど今はもう、あ、もう今はこれでいいんだっていうのが分かったから、すごくスッキリして、それで新しいことにも取り組めるから、そういう意味の悩みはないんですけど、はい。なるほど。方向さえ決まったらもう早いですもんね、行動が。方向さえ決まったら、はい、行動は割と早いです。ベースケさんとかも話してて、行動が早いなっていうのもすごい感じましたし、やっぱり結果出す人って行動早いっすよね。どうなんですかね。早い。まあそれはあると思いますね。でも、証券の中で投資とかの、もう作りましょうか、みたいな。久しぶりに音声通話して、その日の夜にもうご飯食べながら寝てましたね。あ、そうなんですか。早いなって思いましたよ。まあ、いろんなテーマについてね、話していければいいなと思うんですけど、まあ僕の場合悩みというか、まあ先日からね、チーム承継の中でこう方向性を変えて、ガラッと変えて、物販で実績を上げて、情報発信で一気にキャッシュ作って投資に回していく、っていう方向性でチーム承継を動かしていくと、もうシフトチェンジしたんですけど、もともとこの承継っていうのは物販を教えるコンサル企画っていうところで募集をかけていたんで、でまあみんなの声とかも聞いていると、まあ輸入に興味あるとか、OEM にも興味あるとか、国内転売にも興味あるとかっていうところで、まあやっぱり物販を僕自身で学んでやろうと思ってたんですけど、そうではなく、単純に、物販情報発信投資っていう流れが一番レバレッジが効いているし、僕自身ももうそれは、もう情報発信に関しては完全に僕、自分で、こう結構もう何年かやってきてることなので、すぐに教えられること、ただまあ物販のコンサル企画っていうところで募集していて、みんなの意見とかも聞いていて、まあ、物販で OEM とかね、コンサル受けたりして、なんとかそこをコンテンツにして出そうと思ってたんですけど、まあ今回ね、こういう物販情報発信投資っていう流れにして、でもしかしたらこの流れにしたことによって、なんだろうな、承継にいる意味はないというか、まあ私は物販だけで行きたいんだという人ももしかしたら出てくるかもしれないですけど、ある人から聞いた言葉で、すごいしっくりきたんですけど、例えば、まあ、その、ある人が働いていた、会社の社長さんが言った言葉で、まあ、社員さんとかが辞めた時とか、まあ、その会社の方針に、こう、そぐわない人、っていう人は、そういう奴らは、会社にとって、ガンだと。ガンだから、いなくなってくれた方が、会社のためになるんだというのを聞いたときに、すごいしっくりきたというか、なんつうんだろうな。もちろんね、方向性を変えることで、まあ、いろいろね、承継からこう出ちゃう人もいるかもしれないんですけど、やっぱり、僕が正しいと、自信を持って正しいと、で、確実なことを教えられると、やることを、そういう方向でやることが一番だと、僕は、決断したというか、確信を持って今言えることなので、まあ、ちょっとそれは心配だったんですけど、みんなどういう反応されるかなっていうのは、
でも、まあ、ちょっと言い方悪いんですけど、そこで、そんな感じになっちゃうの、帳消しそういう感じになっちゃうのかっていう人は、まあ、本当に言い方悪いですけどね、癌として捉えるというか、そうそう、その言葉を聞いた時にはすごいしっくりきたですよね。まあ、実際、まあ、物販の、勉強会とか、これからも並行してやっていきますけどね。だから、例えばなんか害虫さんとかも、こう害虫さんを教育するときにすごい悩んでる人とか、害虫さん言うこと聞かないんですよとかっていうね、悩みも多いんですけど、それはもうガンと考えて早めにもう切っちゃう。っていう考え方、が、なんだろうな、すごい精神的に楽になりましたね。ちょっと説明ベタなんで伝わってますかね。いや、わかります、わかります。だから会社で例えると、まあ、その会社の社長が決めた方針は、にそぐわない人はもう出ちゃっていいよってことですよね。そうですね。でもそれは私、その会社の社長が決めたことだし、それでその利益を追求していこうっていう方向なんだから、それに賛同できる人じゃないと、そこのミッションはやっぱりね、乗り越えていけないし、いやいややってたら結果もやっぱり違ってくるでしょうし、いいと思いますよ、出ちゃってしょうがないよねって思いますけどね。で、承継だったら自分がお金払って参加してるわけだから、やっぱりそこで合わないっていう人は、やっぱり出てきてもしょうがないし、そうですね。だから自分が信じてる人についてくる、ついていきたいと思う人が残るからこそ、また生まれるものがあるわけだと思うし、それでいいと思いますけどね。外注さんもしかりですよね。私がやりたい、これをやりたい、私がこうしたいっていうことに、賛同してくれない人をいちいち教育してまでするようなことじゃないじゃないですか。人はたくさんいるわけだから。この間、圭介さんが書かれてたモチベーションが上がらんっていう相談がたくさんありますって言って、いろんな方の動画貼り付けてたやつ。いろんな相談っていうのは、それはモチベーションが続かないっていうのは、やっぱり結果が出てこないっていうことに疲れてくるってことなんですかね。いや、そういうわけでもないですね。結果出てる人でも、そういう相談は多いですね。じゃあ、私もなんで100万を目指してるのかがわからなくなってきたときに、なんだろうな、ただ50万でも欲しいなって思ってて、このラインを落とせないなって今年思ってて、まあそこは絶対クリアしてきたんですけど、だから100万に行きますっていうようなモチベーションにならなかったから、なんか気持ちわかるなと思って。結果が出ないからとかじゃなくて、その先に目指して何があるのかってきたっていうか、だからなんかちょっとわかるなと思います。ただ、その副業で50万稼ぐためにやらなくちゃいけないことっていうのはあるわけで、モチベーションが続かなかったとしてでもですよ。落ちたとしても、それは関係ないじゃないですか。関係ないというか、お客さんにはもちろん関係ないし、やらなくていい理由にはならないので、けど、それ以上頑張れるかどうかっていうのはちょっと難しかったですね。なんかもうこれでいいんじゃないのかなって思い始めたっていうか。みんな自分の希望と目標っていうのはズレが出てくるっていうか、自分はこれだけ生きてたらいいっていうところに最適化されていくんじゃないですか。ああ、でも、わかります。そんな、自分もそんなとこもあったし、さっきなんかちょっと、
自分の話のところで出てたところで、あとうん。はミニマリストになるっていうようなところで、何でも物を減らしていったりとかすると、っきりしたりとか、その時になんか、ミニマリズムだみたいなのが高揚している気分の中ではいいのかもしれないですけど、で、切ったところってガラーンとして、生活不便になったりすることもあるんですよね。また買い直したりとかするから、結局自分の最適な量とかっていうのが決まってくると思うし、だからビジネスとかっていうのも、別に100万を目指さなくてもいいやって、50万あればいいやって、そこが自分のなんか心地よいゾーンだ、このぐらいの作業量でこれが見込めるっていうのがいいなっていうのはあると思うし、そうですね。作業量とかもあるじゃないですか。そうですね。あと、投資とかのそういうのも絡めて言うんだったら、例えばすごい自分の時間を、自分のプライベートの時間をすごい割いて、それで、月に100万稼ぐっていうのがいいっていう人もいるだろうし、それを投資の方に回してって、不労所得で50万取れた方がいい人もいるだろうし、どんな考え方なんでしょう。どうやってこう、オプティマイルにしていくかみたいな。最終的にそこになっていくと、バランスですかね。まあ、自分がどう満足するかなんでしょうね。でも、統計の中だと絶対最初に入って、eBay が入ってその物販を教えてもらえるんで、それが楽しければそれを突き詰めていくっていう。もあるし、そうですね。目指したいんだったら情報発信とかしていけばいいっていうような道筋は作ってもらえてるから、やりたいところでここに特化するっていうのは、この人次第でどんどんできていくのかなっていうのは感じますけどね。そうですね。まあ、今は土台にあって、そこがその収入源になるわけですから、そこをやっぱ見てもらえるから、ね、その先目指したときに、まあ、何をしたいかは人によって違うと思いますけど、モチベーションを維持するってなかなか難しいですよね。最初にどの辺が自分が気持ちいいのかとかっていうのをちょっと、最初わかんない。やってるうちに分かってきますよね。やってみないとわかんないっていうのがあるから。結果が出なかった時期って、私、証券に入った3ヶ月ぐらいとか全然ダメだったんですけど、あの時はね、ダメでもモチベーション落ちなかったんですよね、なんかわからないけど。なんかあんまりモチベーションがどうのこうのって考えなかったんです、あの時って。けど、なんかし始めたら、なんかそれ以上を目指す原動力がなんかこう自分の中にないっていうのは思いました。気分的に、そのランナーズハイみたいになってる時だったんですよね。あ、やってる一期の頃はそうですね。まあ、ランナーズハイみたいな感じですね。時。脇目も振らずそこに行ってるし、やるのが当たり前になってるだろう。まあ、なんかその、結果は出したっていう気持ちはそう強かったですよね、やっぱ。お酒もやめてましたもんね。やめ、そうですよ。こんなお酒飲む人がやめてるんですから、本当不思議に思われました、周りの人に。酒屋が潰れるから早く禁酒を解禁してくれとかって言われて どんだけ飲んでたんだって感じしません？ それもあるし、テイスさんもタバコやめてたっていうのもあるし、ランナーズハイみたいになるような時期っていうのも大切なんだと思うし、結果が出なくてもそういうゾーンに入ってたら続けられるんだと思うし、結果も出てくるんだと思うし、結果出なくても最初はそのくらいになるくらいに、自分を持っていくというか、頑張ってもらいたいですよね。どうしても最初辛い時期は絶対ありますもんね。あります。そこをどうやって習慣化するかっていうのがやっぱり効いてきますよね。あとは一般の方からも、
証券メンバーの方からも質問いただく内容として、頭が良くないと稼げないですかっていう質問ももらうんですけれども、そのあたりどう思います？関係ないと思います。全く関係ない。全く関係ないと思います。学歴とかそういうことですか？そうですね。学歴だったり、パソコンに疎いとか、まあ、パソコンに疎いのはちょっと時間的に厳しくなってくるかなと思いますけど、けどそれでもなんとかなるじゃないですか。学歴というか、何ですかね、自分自身のその頭の回転だったり、っていうところ、に自信がないっていう部分ですかね。頭の回転っていうのはリサーチとかの時のことですか？まあ、例えば普段こう人と話してて、この人むっちゃ頭の回転早いなって人いるじゃないですか。そういう人、まあ明らかに頭いいだろうなっていう。でも別にその人学歴とか全然良くなかったり、例えば僕この前っていう人と会ったというか、まあセミナー行ったんですけど、あの人は元ヤクザで、でも、もう話してて、もう本当にすごいなと。頭の回転早いし、そういう人じゃないと稼げないのかなっていう部分。やっぱり自分に自信がない人、がそういう質問されると思うんですけど、そのあたりどう思います？いや、私は関係ないと思います。というのは、いや、確かに頭の回転が速い人の方が、結果が出るスピードは速いのかなとは思います。なんかすごい記憶力が良かったりとか、なんかこう、お客さんから言われたら、こう返したらこう言われるから、こう返してみようみたいな、そういう頭の機転の利くような人とかは、それ速いのかなとは思いますけど、じゃあ、そうじゃない人は出ないのかって言ったら全然違うと思っていて、結局、なんか、かけた時間とか、どんだけ手を動かしたかとか、なんかどんだけ自分の中にその経験とかが積み上がってるのかとか、なんかそんなことの方が大事なような気がしていて、なんだろう、そういう頭の回転が良くなくても、その地道な努力の方が勝つというか、なんか、コツコツやれば、結果が出るって言われるけど、私は自分もそうですけど、コツコツやればじゃなくて、コツコツしか結果が出ないと思ってるんです。だから、コツコツやることしか、もう自分が成功する道はないから、コツやるんですけど、頭のいい人はもしかしたら、コツコツじゃなくて、コツぐらいでいいのかもしれませんよね。なぁと思いますけど、けど関係ないと思いますよ。コツコツやれることさえできれば、と私は思います。どう思いますか？そうですね。谷村さんと、宮古島行った時に、出ていた動画で、プロになるっていう動画僕出してて、で、谷村さんはそれにすごい感銘を受けたって言ってくれてたんですけど、それかなと。あの動画でも話してることなんですけど、例えば、普通にサラリーマンの方で、朝9時出勤で、定時17時だったら絶対その時間守ってやりますよね。で、まだ終わらせてないものがあれば、業務があれば、まあ残業だったりをやりますけど、それはプロとしてやってるというか、仕事としてやってるからできることで、その意識をこうネットビジネスにも
ちゃんと持ってやることができれば、まあ絶対に行くのかなと。そこの何ですかね、意識の問題。あ、それはそう思います。私も同感です。あとはその頭が良すぎる人っていうのは結構先々のことを考えちゃう人が多いのかなっていうのは感じてて、コンサルしてて。ああ、そうなんですね。心配になっちゃうってことですか？先を考えるから。心配というか、もちろん、最終的なプランとか立てるのはいいんですけど、結局は目の前のことをコツコツやっていく。アホほど集中してやっていく。ランナーズハイになって。頭が良すぎるというか、要領よくこう考えて、来られた人は、なんだろうな、目の前のことに一点集中して日々コツコツ、やっていくっていうのがちょっとできない人も多いのかなと。ああ、そうなんですね。なんかそれ、頭がいいというのとも関係するのかもちょっとわからないんですけど、多分そのネットビジネス、eBay で稼ぎたい、それをちゃんと仕事として捉えられれば、昼間の仕事と同じなわけじゃないですか、夜の副業をするにしても。だってそれでお金をお客さんからもらってるわけですから。だからその、なんだろう、その昼間の仕事でお金をもらえてるのも、会社がその人をその業務のプロだと思ってるからお給料払うんであって、それが、まあ、自分一人でやってると、周りの目とかもないし、まあ、誰にも怒られるわけでもなく、自分でコントロールできるっていうのは、言葉としてはいいけど、サボったって誰も怒らないわけですから、やらなくていい、まあいいや、みたいな感じになっちゃうけど、でも、ちゃんとそれも仕事として考えたら、な業務態度ありえないでしょってことになるじゃないですか。それで稼げるっていうのおかしいよねって、思ってるのにっていう。仕事として捉えられるかどうかなんじゃないんですかね。そうですよね。だって仕事だったら、ありえないよ、この業務態度はってことに気づくと思うので。まあバカになるっていうのも大事ですよね。なんと思か。いますね。そう。バカになるですよ。本当、四六時中考えてたりとか、なんかそういうことですよね、もう、のめりというか。そしたらなんかね、その、サボってやろうとか、あんまりそういうことに意識が向かないというか、どうやったらやるようになるんだろうとか、なんかどうしたら自分はこう なれるのかなとか、なんかそっちの方に意識がいくと思うんですよね。だから多そ分。のあたりはね、自己洗脳というかね、まあ紹介している自信を育む公式とかやってもらったり、自分を騙して、いい意味で騙して、そうですね、やっていければ、絶対実績出てくんでね。と思いますね。私なんか思うんですけど、なんか自分をそのやる気に奮い立たせるのって、なんか2パターン人によって違うのかなと思ってて、稼いで、例えば、なんかフェラーリが欲しいとか、なんかそのエルメスのバッグが欲しいですとか、なんかそういうのがモチベーションになる人もいれば、嫌なことをやりたくないから頑張るんですっていう気がして、大体みんななんか稼いだら家族で旅行に行きたいとか、なんかこういうのが欲しいですとかってなんか思う人も多いと思うんですけど、でもそれだけだと私だったらモチベーションとしてすごい弱くて、なんでかっていうとそれなくてもいいんですよ、別に。バッグなんて他にも持ってるし、別にそれのバッグじゃなくちゃいけないわけではないし、だけど、私なんか、なんか副収入が絶対欲しいなって思ってるのは、やりたくないことがあるから、頑張って、その副収入として eBay で稼ぐっていうのを目標にしてたから、何かが欲しいとかっていうわけではなかったんですよね。で、本業が、まあ自営業だし、そこで倒れちゃったら、まあ会社に勤めるかなんかしなくちゃいけないじゃないですか。
私が絶対にやりたくないことは、満員電車で通勤するとか、渋滞の中を車で通勤しますとか、なんかその人の会社の発展のために、自分の時間とか、経験とか、知識とか、そういうものを使って一生懸命働くっていうのも絶対やりたくないんですよ。だから、もしお店がダメになった時に、会社で働けないじゃないですか、そんなわがままなこと言ってたら。だから副収入として確立した収入を得たいっていうのが自分のモチベーションだったんですよね。なんかが欲しいとかじゃなかったんですよ。だけどもしかしてなんかが欲しいとかってなってたら、なんか途中で諦めたかもしれません。なくてもいいんだもん。だってフェラーリとかじゃなくてもいいんですもん。だからなんか自分をこう、なんで、騙すっていうか、そういうなんかそういう手に入れたいものを得るためにっていう人もいれば、なんか私みたいに何かをやりたくないから、もう頑張らざるを得ないって思うか、なんか必要だったら特に死なないじゃないですか。抵抗しなくても、本業の人があるから。だから余計になんかその何を自分のそのモチベーションとして、こう、ね、気持ちを上げるために思うのかっていうのはなんか大事かもしれませんね。そうですね。できたらいいなって思ってる人だと辛いかもしれないですよね。そうかもしれません。なんか、10万円くらい稼げたらいいなぐらいに思ってると辛いのかもな。そうかも、そうかも。続かない辛い時に乗り越えるのはちょっときついかもしれませんね。ライバルとかも結構いたりとかして、頑張んないと稼げない世界なんだっていうのは、やっていけばわかると思うから、どのくらいできたらいいなじゃなくて、やるんだっていう気持ちにならないと、辛いと思そうですね。うんで。でもその、やるんだって思えるのが、例えばもう3ヶ月後には独立するからって思ってる人と、副業で本業を持ちながらやる人っては、その切羽詰まった感がちょっと違うのかなと思って。そうですね。稼げればいいなっていうぐらいだと、正直厳しいですよね。やんなっちゃうとも大変だから。最初にそれが分かってこれたらみんないいね。やってみて分かるところもあるから、その時点でやるんだっていう強い、お金も結構高いお金払ってコンサルしてもらってるから、ここでね、やっぱり、もうやったからには気持ちを奮い立たして、頑張っていくんだって、そういう方向で気合い入れて頑張ってほしいですよね。まあ、言うてもね、大変ですから。だっですて、ね。まあね、どっかでここはやっていかなきゃいけないと思う。そうじゃないと僕みたいに、ずっと、ノウハウコレクターみたいな時期が長くなったりとかもすると思うし。だからもうここで頑張るんだっていうのを決めたら、もう少なくとも3ヶ月ぐらいだけでも、とりあえず頑張ってみよう。一応で3ヶ月だけだからそこでやってみようみたいな。もらえると、ある程度の結果は出ると思うんですよ。ちょっとでも結果出てくると、頑張りがいが出てくるので、大変ですけどね。その時期だったら楽になってくるから。そしたらね、さっきアンさんが言ってたみたいに、100万目指さなくてもいいや、50万でもいいや、みたいな考え方にできたりとかするし、自分のスタイルをオプティマイズして、最適化できるっていうのが出てくると思うので、ぜひ最初ちょっと頑張ってもらいたいですね。そうですね。まあね、この家でできて、eBay 輸出っていうのはね、無在庫でできて、本当10万稼ぐだけでも本当にすごいことですし、そうですね。そうですね。で、そのさっき言った、こう、稼げればいいなっていう人と、もう絶対にもう誓いを立てるぐらいに考えて、
なんか制限つけたりとかね、禁酒、禁煙とかね、つけたりしてやる人の割合って言うと、今のネットビジネス、まあ、eBay その人口、どれぐらいいるかわかんないですけど、今、本当にもう本気で絶対にこれぐらい稼ぐんだって、もう、覚悟を持ってやってる人って、むっちゃはパーセントとしては少ないと思います。そうですだね。からそっちに行ければ、絶対、あとは正しいやり方でやればね。そうですね。でも、ケイスケさんみたいに専業でやってたら、なんていうのかな、ちょっと違う、取り組み方が違うことないですか？やっぱり稼がないと生きていけないっていう感じ、まあ、生きていけないことはないんだと思うんですけど、生活がその eBay の収入に頼ってるっていう人と、その思う、やらなきゃっていうのと、仕事持ってて、でも eBay やりたいっていう人と、だと、なんかそこの切羽詰まった感がちょっと違うような気がしますね。そうですね。だからって、副業だからできないってわけではなくて、そうですね。まあ実際も副業っつったら副業ですし、そうです。副業の状態で月利50いきましたし、環境は人それぞれなんでね。まあ、簡単に言ったら結局マインドになっちゃうと思うんですけど、まあ、ケイスケさんは、その先に情報発信があって、で、投資があってっていう、道筋を今作ってくれてるんで、多分、物販より情報発信の方が、ちょっと楽になったりとか、作業量的に。で、それが最後投資になったらもっと楽になったりするから、頑張れば頑張るほど、楽になっていくっていう感じにはなると思うから、最初はどうしても辛いと思うので、そこは楽になってるから、やっぱりやりがいはあるとは思うんですそれは本当そう思いますね。なんかまた違う道が見えてくるようになるじゃないですか。ある程度結果出てくれば。本当、投資もそうだし、情報発信もそうだし、まあ、人によっては別の物販をしたいっていう人もいるかもしれないし。だけど、まずやってる目の前のことを、で頑張って結果出せばっていうこと。それをもし途中で諦めて、他のことをやろうとしても、もしかしたらまたそれは諦めちゃうかもしれないですけど、一回ちゃんと本気でやって結果出したら次に何やっても多分うまくいくんだと思いますけど、それは間違いないですね。だからやっぱとことんやってみるっていうことなんでしょうね。おいさんの明日の予定は何ですか？だからコンサルが一つできまし投資の。たね。割と、こう話の内容は多岐にわたってたと思うんですけど、まあもちろん聞きたいなっていう話もあるだろうし、そんなに興味ないなっていうのもあると思うんですけど、まあそういう中でも聞いてくれてるっていうのはありがたいなと思うし、まあもしなんかまた次こういうのを定期的にやりましょうっていう時は、なんかこういう話を聞きたいですみたいなのを言ってもらえると、今回、これやってみて、テーマが決まってると話しやすいなっていうのを感じたんで、そういうのもらえると、でも、続けやすくなるかなとはちょっと思いました。ちょっと今日はね、実験的にやったんで、途中いろいろテーマがね、こう、ごちゃごちゃしちゃったかもしれないですけど、ラジオなんで。またね、定期的にやっていきますので、そうですね。楽しみにしてます。じゃあ、こんな感じで終了しましょう。ありがとうございました。じゃあ、配信、終了します。失礼します。失礼します。